はい、どうもこんにちは、ピアスのイです。今回ね、ルキノくん使っていくんですけど、まあタイトルにある通りね、実はサイレント修正されました。まあこのタイミングがいつかはわかんないんだけど、まあ気がついたらなんかちょっと弱くなってて、まあその多分日本版に来たタイミングかわかんないけど、まあ中国版と比べて弱くなってたので紹介していこうかなと思います。まあこれはコースで振らせてと、隙をついて殴っていきたいな。多分、いや戻んない、これは戻るのか、それ殴れちゃうよ、戻っても多分間に合う。よし、オッケーオッケーオッケー、いいね。で、まあ、何がね、弱くなったかと言いますと、ジャンプのね、判定が若干弱くなりました。まあ、その判定についてね、まあ、何が変わったかというと、一番わかりやすいのは、病院の出窓が入れなくなりました。これがね、一番きつい。そう。まあ、今回の修正っていうのはそれかな。その、病院の1階の、出窓が、入れなくなりました。外側から。はい、動画の途中なんですけど、まだね、日本版ではなんと、出窓入りました。というわけで、まあ、今回ね、動画で喋ってる内容は、修正後の、中国版のルキノの使用感っていう感じで、聞いてくれたら嬉しいです。ごめんなさい、本当に。中国版だったらこんな感じでね、出窓が入れなくなっております。いや、本当に申し訳ない。両方やってたらごちゃごちゃになっちゃった。で、まあ、多分来週ぐらいに多分しれっと来てると思います。で、多分動画の最中で話してたと思うんだけど、病院のね、2階実はどこでも入れるという裏技、まあこれも使えなくなっちゃうんだけど、ほい、こんな感じでね、入れるので、まあ、よかったら今のうちに試してみてください。というわけで、本編に戻ります。ごめんなさい。ね、あれ前の動画とかで多分紹介してたんだけど、これオフェンス怖いな。あそこ1階外側から入れたんだけど、あれが入れなくなりました。あ、来た。よけてよけて、よし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 。あぶね。はい。いいね。これ多分即救助来そうだな。怖い怖い。避けたい避けたい。おお、間に合った。これはラッキー。よし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 。いいね。でもそれに伴ってね、なんか若干なんかね、その、例えば軍事工場によくからさ、薄い壁あるじゃん。ああいう壁とかも乗り越えようと思っても、なんかね、今までだったらそこ、なんか乗り越えて奥側に滑り込んでたやつが、なんか手前にずり落ちちゃうみたいなことが増えたような気がする。まあ、その辺はわかんないけど、なんかその辺が、うん、ジャンプの判定、薄い壁を挟んだ時に、その奥に落ちてたのが、なんか手前に落ちるようになったような感覚がします。これはいけるかな？オッケー、ナイス！いいよ、これで半分超えた。お、救助来ないか、冷静だな。でもこれもう救助無理でしょ、縄救助もさせないよ、俺は。で、オフェンスが起き上がるのが一番怖いけど、まあ、監視あるからまだ起き上がらない気がするけど。オッケー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 。危ない危ない。あ、術式だ。いや、それは正しい判断だけど、これでね、もう回路がもう、全く進まなかったからな。術師どうだ？あ、結構警戒してくるんでしょ？奥側で。はい、ナイス。そう、あえて奥側に飛ぶことによって、こうやってね。あ、オフェンス起きた。あ、マジか。いや、これはやらかした。いやー、もう少しだったのにな。惜しい。やられたな。まあ、普通にね、こうやって戦う分には、サイレント修正されても全然大丈夫なんだけど、まあ、病院の出窓に限っては、あれが入れたのが入れなくなりましたので、そこら辺をね、お気をつけください。よし、OK。まあ、とりあえずカーボーイから。こういう時は、もうね、周りの、介護してる奴らから潰すのが一番いいです。オッケーオッケー。で、それでね、最近ちょっと練習の甲斐もあって、前の動画で右回転が iPad めちゃくちゃ難しいって話をしてたんだけど、ちょっと持ち方をね、めちゃめちゃ特殊にすることによって、どちら回転でもね、好きな方向に180度振り向くことができるようになりました。よしよし。オッケー。いいね。でと、オッケー。でね、あとそう、病院の、2階とか、実はね、病院の建物2階あったじゃん。あれって、なんか、ちょっとね、飛び降りる、壊れてる壁みたいなとこから2階から飛び降りたんだけど、みんな飛び降りるとこね。あ、来たか。あそこからは普通に入れたんだけど、あそこ以外の壁どこからでも実は、ルキノ君2階に侵入できたんだけど、それもできなくなってました。という豆情報。まあ、それ自体知ってる人が少なかったかもしれない。あ、これ曲がってくるか。うまいな。ルキノ君、体でかいからな。オッケー。もうね、一番俺はね、ルキノ君修正してほしいのは、この、肩幅のね、ごつさが、ごついあまりにね、サバイバーの旋回がめちゃくちゃ見づらいっていうのがね、それが難点。この肩幅のデカさを俺は修正してほしい。やくぞ！いいよ、もういいよ。これね、もうどんどんタックルさせて、あれです。ボールを消費させたい。ここで、対してね、ボールで、時間をかけられたところで、何も変えた時も進まないので、あ、オッケー、切れた。これを待ってたよ、これを。よしよしよし。これでもうね、邪魔されることなくですけどね。オッケー。これは、いい救助狩りだったんじゃないかな。あ、もう行ってる、危ねえ。なんで今救助しなかったんだ。これどうしてもケバブさせてから、隙を作って救助させたいのかな。それは無理でしょ。オッケー。で、まあ、呪術師のとこにも関心置いてるから。よいしょ。はい。投稿ありがとうございました。というわけで、まあこんな感じで2戦目やっていこうかなと思います。
さあ2戦目やっていきましょう。軍事工場いいね。工場続きですね別の工場だけど、よしやっていこう。野人、機械技師、呪術師、占い師か。なるほどね。まあ野人は放置しながら別の人狙っていきたいの。誰でもいいな。あれいるな、誰だろう。技師かな。技師だな。オッケー。多分ロボット出してないんじゃないかな、そんな感じがするけどな。よいしょ、これで一気に詰めていきましょう。よしよしよし。で、多分この裏にいるから、それだけ警戒して、いた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 。これロボ盾、オッケーオッケー。してくる気がした。え、これは無理じゃない。なんで逃げないのあくまでもロボットを逃がしたいってあれか。しかもよちよちある式してるし、それ無理じゃない、さすがに。あかん、多分どうしてもロボットを生かしたかったっていう感じかな。ごめんよ、ロボット壊して。いやでも、あれは、もう諦めて逃げた方が良かった気がするけど、あ、外しちゃった。まあまあまあいいでしょう。まあ今回ね、感謝を引き続き持ってきました。で、野人がいるからな、それだけ気をつけたいけど、どうしようかな、そこにいるな。これ野人さ、これ普通に強いよね。どう頑張っても4割はね、時間稼げちゃうから、いかに見つかっていようか関係なく、乗り回せる気がする。まあ特にルキの相手だと。リッパーとかクモだと、全然やれちゃう気がするけど、リッパーでも、あ、リッパーはやれるか。で、まあ、これ、あ、降りたタイミングでね、やれば。これ多分もう、よいしょ、ここね、もうルキのポジですから。おいこの椅子はマジでこの狭さを生かして、このジャンプのヒップドロップがめちゃくちゃ当てやすい場所だから、この椅子はルキにとってはめちゃめちゃ強いです。あ、みんな逃がしてきた。一回置くか。で、これでもうどうしよう。普通に呪術師もやりたいな。こういうね、振り向き沢の、メテオじゃない。なんて言うんだろう。あれ、ヒップドロップもやりやすいからな。これいいタイミングで呪い使ってくれたね。ラッキーラッキー。いいね。これまた一戦目みたいな状況になってんな。いい救助狩りだ。よし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 。んでと。ま、工場で強い椅子だったらやっぱりこことか、ま、サンマイダーは、まあ、なんて言うんだろう、モロハの刃みたいなところあるけど。救助されたら板があって大変だけど、あそこもね、めちゃめちゃヒップドロップ当てやすいところだから、そこもね、おすすめっちゃおすすめ。いや、まあおすすめ、もうおすすめです。まあ、なんて言うんだろう、できるだけ開けた場所よりは、こういう狭いところでやった方が、やりやすかったりします。お、救助行ったか。まあ、この人が危機一発か持ってるか持ってないかなんだけど、まあ、多分袋使ってくる気がする。マジか。今のケバブしちゃったか。うまいですな。はい。あ、マジか。これ板の奥でやったつもりだったけど、そこまで行ってなかった。どうしようかな。ここを乗り越えないか。なるほど。じゃ、この辺にね、もう感謝生やしまくって。ああ。そこ行けないか。で、どうしようかな。よいしょ。で、これで危機一発が切れたから、そろそろやりたいな。で、野人が、いつまいか起きてる。今のジャンプ行ったら、あれなんだ、板ハンって食らうんだ。あれだわ、なんか、リッパーみたいなさ、感じで、今はジャンプ攻撃したんだけど、そのタイミングだったらダメみたい。それ回復してんな。先にこっちやっちゃおう。野人は乗ってくれた。オッケー。で、占い師。で、まだ袋あるよね。使ってないよね。なかなか袋使わないね、この占い師。2発。あ、そっち取られちゃったか。まあまあまあ、いいでしょう。これ間に合うかな？間に合わんか。一瞬迷ったな。今の迷わなかったら普通に行けた気がしたけど。お、野人がいる。一撃殴っとこう。これさ、野人も別にいいけどさ、殴っちゃったら普通に殴れるもんな。よいしょ。じゃあこれ普通に釣っちゃうか。もうこの全体負荷バリバリの状態で、まあ、多分占い師も袋を使ってくれるから、で、これで袋ために来てくれる。いいね。で、向こう、呪術師が終わらせたか。なるほどね。よいしょ。未だにね、特質を感謝か希望つかでめちゃめちゃ迷ってるんだよな。どっちも捨てがたいんだけど、まあどうなんだろうな。今のヒップドロップできなかったんだ。マジか。まあ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 、いいでしょう。そこ乗り越える。割れ窓はない。オッケー。これはやれるかな。よし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 。いいね。で、それために来てくれるから、これ言ったらもう逃げられなんじゃない？それ調子に乗ったでしょ。オッケー、ナイスー。よしよしよし。で、向こうか、工場回してんのか。まあ、中国の、その、ルキのランカー、ルキのランカーって言ってもまだ出たばっかだから何とも言えないけど、ルキのランキング上位の人では、やっぱり、傲慢と、引き止めるをつけて、あと、凶暴一振り、ウィナリチが、一番多いかなって感じがする。それか、引き止めると、あ、じゃあ間違えた、引き止めるじゃなくて、傲慢と、上、閉鎖空間まで振る。っていう振り方が多いかも。まあ、でもノーワンとゴーマンが一番多いかもね。これ救助来てんのかな、来なさそうな気がするけどな。これハッチは開いちゃってるから、
初の松阪市行かなきゃいけないな、これ。どこだろうな。この時間がね、一番何年だろう。なんとも言えない時間だよね。ここいるかな。さっきはね、ここ回してたけど、さすがにもう離れたか、あ、ハッチあるね。ハッチあるけど、一旦離れて警戒を解こうっていう作戦か。いいね。じゃあ、ここでじっくり待ちましょう。さあ、ぼちぼち占い師飛ぶけど、まだ来ないな。まだ来ない。大丈夫？もう飛んじゃうよ、これ。さあ、飛んだけど、未だに耳鳴りはせず。あれ、耳鳴りしてきた。え、いるのか？じゃあ、この辺に。どこだ？こっち側から来てない気がするから、ゲートの方から来てる気がするけど、どこだろう。なんか、時折なんか、呪術師の声がするから、いる気がするんだけど、近場に。見えないんだよな。あ、また声した。え、どこだ？どこだ？工場の中、いない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 。どっから声してんの？この中か？いないな。このハッチバトル絶対負けたくない。でもこのままだと呪術師に貯められ放題だから、また声した。あ、いたー！ここか！あぶねえ、もう少しで3スタン貯めるとこだったわ。あぶねえ。よしよし、まあ、こんな感じで捕まえたんで、まあ、今日もね、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、お願いします。というわけでまた、ランク戦が来たらルキの使っていこうかなと思います。バイバイ！今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。